こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか。昨日じゃないな、一昨日だったっけ、動画で上げたの。こちらのウィルソンさんのね、デュアルのスーパースキンのグラブ、お見せしたんですけど、ここね入れ替えた時に、説明がちょっと足りなかったので今日補足しておきます。前も紹介したと思うんですけど、いいですか。品番は RG2006、2006ってついてますけど、これ見えるかな。はい、2006年の ASG オールスター記念モデルですね。ここにオールスターと刻印がございますけれども、2001年から2010年ぐらいまではこういった日本でもウィルソンさんの限定グラブが結構ね、売られておりまして、こちらはたまたま2006年のオールスターゲームで、袋もですね、袋あったよね、袋袋もね、専用のこういった刺繍がされた袋なんですね。これとこれがセットということですよね。はい。で補足説明として、これ何回か動画に上げましたが、結構ね、改造してますので、じゃあどこをどう改造してるのっていうね、お話をね今日はしたいかなというふうに思います。ちょっとこれほどけちゃってるな、よいしょ、はい、いやちょっと言い忘れた。こちらですね、こっちの方がいいか。2006年のオールスターゲームは、どこだ、ピッツバーグパイレーツの、本拠地どこだったっけ、 PNC パークかな、 PNC パークで行われた時のね、これ PNC パークの刺繍が入ってますね。はい、ピッツバーグパイレーツね。当時はジータとかエロットとか、あと誰だ、イヴァン・ロドリゲスとか、イチローもいたよね。まあその辺の時代な、マニー・ラミレスとかもいたんじゃないか。うん、その辺の時代です。はい。じゃあちょっと改造の話していきますが、この前お話しした、前々回かな、グリスをね、入れ替えました。そんなに高額なグラブじゃないんで、ちょっとポケットがパカパカしてましたからね。はい。で、ちょっと綺麗になってきたと思うんですけど、もうちょっと叩きますが、それでリレースにあたって、この、パームレースと、それから、ヒールレースをブルーに入れ替えてますね。はい。これ、土手紐抜こうかな。まあいいや、それは後にして。で、あと手口紐も、手口バンドの紐もブルーに変えましたね。はい。で、背面のスーパースキンが美しいわけですが、あと、事前に、以前の動画でやってますのは、そうですね。ここ、クロスロックでブリッジ、ウェーブトップのところね、入れております。はい。ここね。はい、で、こちら、フィンガーのところは、わかります？ダブルレーシングに変更してますね。はい。改造したのはそんなところかな。まあ、クロスロックとダブルレーシングっていうのはね、ついで使われることが多いんですが、クロスロックはこう通します。それから、ダブルレーシングもこう戻ってきますんで、ここで1本ね、使ってますけど、長さはそんなに必要ありませんけれども、必要ないって言ったって、まあ、ここを通す、全体を通す、まあ、半分個ずつということですよね。で、注意点は、穴が余分に必要になってきます。親指側と小指側ですね。で、穴開けてもいいんですけど、これたまたま近いところにありましたんで、これ開けてんのかな、あ、穴が足りたんだな。こちら親指側はこの3ループレースの穴を併用して使うことで、ここ2箇所ここで縛れるようにね、穴を使っておりますね。で、小指側についても、こちらの、
スリーループレース小指側のスリーループレースですねの穴を併用することで、ここを結んでるというふうな格好ですね。はい、クロスロックのダブル、それからヒールパームの色替え、それからグリス入れ替えというところまで、ちょっと触ったのかな。でちなみにこちらのタイプは見ると分かるんですけど、スリーループのところね、こっち側はスリーループいつも通りですけども、こちら側はほら輪っかループが一つしか来てないですよね、縛るとこ含めて。本当はここに1個あるんですけど、これは内側を通す、フィンガーシフト向けのスリーループ、ウィルソンによくあるタイプですけども、ここにループが表に来ると指入れにくいんで、これでここが広くなりますんで、フィンガーシフトしやすいですよということですね。私これたまたまこのグラブについては、普通にですね、指出しで使うというふうなことでやっておりますけれども、もうちょっと叩いてポケットきれいにしたいな。今一つなんだよねこれね。いいんじゃないでしょうか。どうですか、やっぱりデュアルね、それからスーパースキン、ウィルソンの代名詞ですよね。なので、ダブルレーシングとクロスロック、ウィルソンらしい仕上げにしているわけでございます。オーバルウィルソンね、いいですね。またご来店の際ね、興味のある方は言ってください、出しますんでね。はい、もうちょっといろんなとこ触っていこうかな、リアルシミュレーションね。それでは皆さん、さようなら。